で、今きっとこれはケーキを焼いているはず。閉めた。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、イメミの館へようこそお越しくださいました。はい。ということで、今回は、美味しそうなお菓子に囲まれた、ショコラ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもお一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ショコラ村に出発。ショコラ村に到着。お、早速もう周りがチョコだ。夢の世界へようこそ。あなたは今ショコラという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都のショコラの世界をご堪能遊ばせ。ってことで着替えが2通り用意されてあるんだけども、こっち側はあ、コックさん、なるほどね、パティシエ的な感じか。で、こっちが、マイメロディーな靴。マイメロディー？マイメロディーのワンピース。じゃあ、とりあえず私はこの街で、この村で、パティシエになろうかと思います。いつもならね、スカートの方選ぶんやけど、なんとなく雰囲気に合うかなと思って。じゃーん！めっちゃいい！超似合ってない？いい感じやね。ほら、この辺もちゃんともうね、板チョコ？チョコレートで、このイチゴのチョコとミルクチョコレート。ビターかもしれんけど。こういう感じで早速、この広場から、チョコレート。お、そして、これは？周りなんやろ？生クリームかな？チョコと、普通の生クリーム？あ、こんなところで美味しいサクランボを洗っている。いいね。そしてこの足元も全部、チョコなんよね。素晴らしい。そして女神像。いいね、いいね。あ、見てこれ。喫茶アトロスの看板。かわいい。カフェ。あ、ちなみに、この村を作ったのは、外国の人？だから、まあ、全部、外国語表記です。こんな感じ。まあ、多分これ生クリームなんじゃないかなと思う周り。あ、すごい！見てこれ！この、なんていうん？チューリップ。チューリップもなんかちょっと、落ち着いた感じの色で、この街全体の雰囲気を壊してない感じなんやね。すごい。いいね、いいね。はい、そして、ちょっとこっちの方に、一軒目のお部屋が、こういう斜めの道結構好きよ、私。はい、どうも。Isn't music just wonderful? Isn't music just wonderful? どういうこと？ Isn't music just wonderful? 音楽は最高？え、でも isn't は？え、B 動詞から始まる言葉って疑問形じゃなかったっけ？違うの？あ、私の英語力。お、ここは博物館的な感じ？あ、どうも、かっこいいね、格好。なんかめっちゃいっぱいオルゴールが置かれてあるんやけど。でもなんか綺麗。ね、めっちゃ綺麗やね。はい、それじゃあ左側の部屋へ。え、すごい、なにこれ？え、オルゴール博物館？めっちゃすごいんやけど。え、でもこんなに作ったんや、やば。オルゴール専門の博物館や、やば。綺麗。ね。あ、そっか。やけんミュージックがどうのこうのって言ったんや。だってこれってさ、この中のやつも開けれるやろ？ほらほら、開けれる開けれる。どうやって開けようかわからんけど。はい、それじゃあ奥の部屋へ。ほら、すごい。やば。ここで、ま、いろんな曲を聴くことができると。だってことは全曲分あるってことかな？全曲って何曲あるんかわからんけど。こんなにあるんかな？すごーい。なるほど。
ほい、そして、右側の部屋へ。ほら、右側も、こういうところで、開いて、こう座ります。で、座って、まあ、音楽をね、堪能すると。え、めっちゃいいやん。めっちゃ落ち着く空間やん。いいね。こういう場所実際にあっても楽しそう、なんか。ちゃんと監視カメラが。ほい、そして、お、2階もあるぞ。お、2階にも、音楽。いいね、いいね。みんなぜひね、この村に来て、すべての曲、楽しんでってくださいまし。ね、これ全曲分あるんやとしたら、ね、この村に来たら、なんかすべての音楽を楽しめる。このオルゴールを開いて、ちょっとぼーっと音楽を聴いたりする時間もなんか良さげな感じよね。ほい。それじゃあ。それじゃあ、二軒目の家、行きましょうか。あ、いいね、いいね。至るところにあるね。そういう、水って大事。お、どうも。ウェルカム。歓迎された。あ、この辺なんか密かに、ドーナツが。いいね、いいね、いいね。この中はどうなんやろ？海っぽい感じ？お菓子なんかな？ケーキ屋さんや！いいね、いいね、いいね。え、めっちゃいいね。うわー。美味しそう。すべてケーキ？この辺も、ケーキ。ケーキなんかな？ケーキか。パウンドケーキとかそういう感じかな。へー。もういい匂いが漂ってきそうな感じ。ここが私のお店です。こういう格好しとるけん。こっち側はカフェ？これなんやろ？あ、これカップケーキか。なるほど、なるほど。あ、で、こっちの方で、まあ、端っこのカウンター席に座って、ノートパソコンを開いて、仕事がてらに、コーヒーをたしなむと、いいね。で、ここでもちゃんとケーキが買えたり、アイスも買える。これなんやろ？フリーペーパーかな？いいね。あ、そしてあっちでコーヒーが入れられると。そういう感じだ。おしゃれー。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は、厨房だね。あ、私もなんか作る。私もここでいろいろ作るね。こう、二人がかりで。何作ってんの、今。でもやっぱり、ね。中心的に作っていくのがお菓子とかやけん。小麦粉とか、卵とか、チーズ、バナナ、そういう感じ。で、今きっとこれは、ケーキを焼いているはず。閉めた。閉めた。ほい、そして、ほ、こっちか。あ、ここ奥、右側は部屋がないってことかな。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階にはなんかめっちゃ巨大なテディベアが。なんかめっちゃいい。ね、すごいなんか仕切られとるけど、綺麗やね。こういう感じの。何気になんかこういう、なんていうん、配置の仕方みたいなのって、日本の人ないような気がする。みんななんか、こう、階段を上がってきたら、ガテリーベアとかやったら、こっちに顔が見えるように置いとる人が多い気がするけど、まあ、実際、こうやって生活しよったらね、こう上がってきてすぐにテレビなんや。で、こう回っていって、ここに、クマさん、かわいい。めっちゃかわいい。この部屋にぴったりな服やね。はい、そして地下へ。
おー、地下には、でっかいケーキと、お菓子の家二つも置いてある、すごい。私もメイン村の方の奥の部屋にお菓子の家置いてあるんやけど、やばいね。二軒立っとるよ、連なって。で、ほら、なんかこっちとこっちに同じ服が置いてあるんやけど、何？姉妹？姉妹なの？お菓子の家に住む姉妹なの？ちょ、わからんけど。そして外で、家の外でなんかパーティーをしよるみたいな。かわいい。はい、お邪魔しました。はい、そして、三軒目の家はちょっと離れてるね。だいぶ離れたところにあるね。あ、かわいい、このちょっとした橋。あ、この辺の水もマイデザインってことか。あ、なるほどね。すごいね。なんかめっちゃ立体的に見えることない？ね、すごい立体的。この道の端っこの部分とかさ、なんかちゃんとこう、なんていうん、ちょっと下がって水があるように見えるもん。綺麗。めっちゃ綺麗。はい、そして、こっちか。こっちの方に。あ、この辺も。あ、めっちゃお菓子落ちとるやん。ロリポップに、ショートケーキに、ドーナツ。いいね。いいね。こういう村に住みたいです、私。あ、かわいい。なにこれ、クッキー？クッキーやクッキー。ほら、月をプリントしてあるやつとか、猫。かわいいよ。こっちの方にも。ちょ、いけないんだけど。ちょ、いけないけど。そういう感じ。ここには星もあるね。ほい、それじゃあ、三軒目。あ、どうも。I love cute things. かわいいものが好きだと。女の子はね、かわいいもの好きだよね。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。なにこれ。え、超かわいくないこれ。チョコ持ったウサギ。え、めっちゃかわいい。やばい。これ右下の方になんか、チラッと、ひよこみたいなのおらん。めっちゃかわいい。はい、それじゃあ最後の家。最後の家はお菓子の家やね。あ、かわいい。カフェや中。お菓子の家の中は、シナモンカフェですね。あ、でもテレビはポンポンプリンや。今回あれやっけ？サンリオ総選挙はシナモン2位やったんやっけ？私はゴールデンボンバーのルパがね、ルパさんがね、シナモン好きだから私もシナモン推ししてたんだけども。今回1位はね、キティさんになったからね。キティさん。ちなみに私の、あの、Tポイントカードもシナモンです。かわいい。店員さんもシナモンや。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階はマイメロ。いいね。え、めっちゃかわいい。そしてここは子供部屋ってことかな？ランドセル置いてあるんや。マイメロ好きで、ピンクのランドセル。え、めっちゃかわいいんだけど。え、いいね、いいね。時計もマイメロで。見てこれ、個人スペース。なるほどね。着替えるところはちゃんとこう仕切りをしておかないと。そして、なんか隣にはめっちゃ大人っぽいバッグがあるんだけど、その横のは多分あれ幼稚園の制服よね。どういう、まあ、最近ほら、最近のちっちゃい子たちはみんなませてるから、なんかお母さんと同じようなね、なんか若いギャルママさんとなんかその子供が一緒になんかギャルチックな服装みたいな。お揃いの洋服とかも売りよるもんね。子供服売り場に。はい、そして地下へ。え、めっちゃケーキ並んでる。ハッピーバースデー。これは、誰かの誕生日のお祝いで、めっちゃプレゼントある。やば、人気者やん。で、なんかみんなで集まってケーキを食べよるっていうことなんかな。多分これ普通に写真を、その住人がそこにおると見立ててってことやろ？なんかちょっと幼稚園みたいな雰囲気やね。動物たちの幼稚園。え、でもこれやとしたらさ、この端っこにいる美咲ちゃんは、これ二人で一つということに。ケーキ。そういうことに、リッキーも。
かわいい。これこの村の住人全員ってこと ?1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、ほら、住人。全員や、これで。え、じゃあ、うさぎ系と、リス系。うさぎとリスだけの村ってことかな、ここは。あ、これ、これもリスよね。私この子見たことないんやけど、このオレンジの子。うさぎとリスだけの、ま、こう甘いお菓子の村ということか。めっちゃ可愛いやん。超可愛いやん。風船もうさぎ。誰の誕生日のお祝いなんやろうね。なんか特別誰かが目立っとるっていうことはなかったけど、みんなで仲良くケーキを食べよる。いいと思う。みんな平等にね。でもきっとあの真ん中の大きいバースデーケーキをメインの誕生日の子がむしゃーっとくんやと思うけど、やっぱこの水辺めっちゃいいな。お、なにこれ？え、かわいい。これケンケンパじゃない？ほら。ケン、ケン、パ、ケン、パ、ん？ケン、ケン、パ、ケン、パ、ケンになるんかな。え、なにこれかわいい。あ、ここを公園に見立てとるってことなんや。あ、なるほど。なんかこういう位置にあるの珍しくない？ね、そうでもないかな。あ、ていうか、あれなんか、なんか公園のこの地面が、こうアスファルトみたいになっとるのが珍しいかな。なんか、日本の人が作ったら、大抵こう、なんていうん、運動場みたいな感じの、砂がバーってある場所みたいな感じで作るけど、ねえ、これ思いっきり、多分アスファルト的な感じやろ？で、なんか、チョークで、こう、落書きしとるみたいな。この岩の近くの落書きもめっちゃ可愛いんやけど。一応可愛くない？こういうのなんか遊び心あっていいね。ほら、可愛い。めっちゃ可愛い。至るところに同じ落書きがある。いいね、いいね。へぇー。なんかこの道全体のお菓子とか、そういうのもすごい可愛いんやけど、あ、今、お、ここにもあるよ。うさぎ。このうさぎ超可愛いんやけど、なんかのキャラクターなんかな？ボンジュールって書いてる。可愛い。ケーキとコーヒーを前にしたうさぎ。あの淡い色はいいね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱ海外の人の村とか見よったら、この日本人とは違った、なんていう発想とか、いろいろあって楽しいなって思うし、とにかく、可愛いが詰まった村やった。